皆さんこんにちは、スタントライダーの岡です。林道部の創始者ともいえる鳥選手を久々に迎えての林道ツーリングはあいにくの雨、いくつもの濡れた丸太が道を塞ぎ、台風の影響で悪路と変わり果てた林道を進んでいきます。しかしそんな状況でも楽しめちゃうのが林道ツーリングのいいところ。マジで笑いが絶えなかったです。だがしかし、この日一番の難所が鳥選手を襲います。それでは暇つぶしにご覧ください。おかチャンネル、何今リス福丸号、え、大丈夫だ、大丈夫、上から行くの、いや、母さん、上から行くあっち行けるけど、あっち、こけこければよかったのに。なんかこれ面白いな、なにこれ、やばいやばいね、これもう毎年恒例にしたいね。お、そこそこ崖だね、ここ。おい、おい、いや、進まない。あれによ。何が欲しい？ポカリが欲しい。ポカリ。落ち着きました？はい。はい。そうですね、今では8ぐらいまで大丈夫。80% まで回復した。そうです、もう20減ってなんて。いや、80%、 20、あ、でも20は減ってるよ。減ってる減ってる減ってる。あ、これも20減ってるって。でも1回多分30ぐらい、ま、なってからのこう80だから、うん、もうあっという間にまた30まで戻るの、豊さんは。俺ね、多分ね、まず今こうゆっくり目減りしてまだ80ぐらいだから、うん、大丈夫。まだ80もあるの？俺まだや、今やっと手温まったぐらいの感じ。いや、でも多少ちょっと手はもう、うん、温まった感じ。ちょっと温まった感じだよね。多分ここ同じぐらい。いや、ちょっと腕上がりもうちょっとしたらしそうだなっていう。全くそんなんなの？そう、40ぐらい残りがすか、それ40減った。絶対嘘。絶対嘘。さっきパワーでパワーちょっと使っちゃったら。あ、でも実際あの、そう、ツルツルで登れなかったところで、うん、押してるからね。減っちゃった。あと結構ギャーンってもう何回もやって、もうあの精神的にも来ちゃってる。精神的に、あ、もうみんな行っちゃったし、もうなんか俺滑ってるし上がれないのかもしれないって。俺ハードエンディのライダーなのにって。いや、思ってたそういうキャラ設定にしようね。そういうキャラ設定してこれ。これだよ。みんなどうやって行ったんだろうと思って。すいません、あーダメだ、なんかやり直して。俺ハードエンデューロライダーなのになんでいけないんだっつって。ハードエンデューロライダー、やから先輩は4月26日にクロスパーク勝沼で行われるハードエンデューロレースクロスミッションのトリプル X に参戦予定。完走目指して頑張ってください。おかチャンネル、you
すげえ倒木が半端ない。何この丸太、マジどう越えるんだ。これは厳しいんじゃない。これ俺でもどうしようっていう感じだけど向きさえ変えられない。ちょっと前フロントアップこっちじゃない。こっちに出すの。そうよし、そしたら今度バイクを降りてかける。もうエンジン切っちゃってバイクの向きをちょっと変えてあげる。後ろ引っ張って、そう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 、そっちから。なるほどね。そうそう、こういうことね。そう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 、丸太にできるだけ垂直に。そうで、ここでフロントアップしながらバイクを押してこう丸太を越えていく感じ。フロントアップしながらバイクこれを越えるんだ。そう、フロントアップちょっと軽くして、フロントアップしないと多分タイヤ弾かれちゃうから、きっと軽く舵を抜いてあげないと。これでもさ、フロントアップしてそのまま勢いでいかないと絶対ここでカメさんになるでしょ。なっちゃうなっちゃう。なっても平気よ。なっても押す。うえーえー、うまいうまい、完璧。思ったより簡単なの。思ったより簡単なの。ここもうそうなっちゃうの、いけないのよ。こけてる、締め込まれ。危ない危ない。ここね、一回やり直さないとダメかも。ツルツルだな。これはいいね、今日。これはいいねって。これどうやってくるの、バイクを乗せばいいんだろう。でもトリカドライもダメなの。これダメなんですか。めっちゃ深いです。すげえ深いですよ。あ、落ちた。ダメだったの、落ちちゃったね。リア滑った。リア滑っちゃった。すごい絵面だな。はい、みんなやり直しです。さよなら。トラ車でね、ギリギリだったからね。やがって疲れてんだ。これ結構減点したな。減った？カザックの大送券あるよ。今なら2200円で販売してる。消費税 10%。 蜂蜜と交換でもいいよ。蜂蜜と交換いいね。あ、今おっちゃらがっちゃってた。いや、チャラついてたよ今。すごいチャラ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 してた。チャラついてたよ今。あれダメだね。やり直し。なんとかいけます。おかチャンネル。そっか、でも普通に考えたら濡れてるこのルートっていうのはあまり走ってない人はしんどいんだね。そうね、しんどい。我々なんとも思わないじゃん。俺は我々に入れない。だってトップハードエンディーのライダーじゃん。クロスミッションのさ、トリプルとか自らエントリーする人でしょ。もう一度言おう、やから先輩は4月26日にクロスパーク勝沼で行われるハードエンディーダブルとトリプルのダブルエントリーする人なんね。そんなストイックな人間知らないよね。ダブル仕上がってる完全に。まだこれ1本目だよ、ルート。
違うね。俺は好き。あのなんていうの、みんなこっち側見るとさ、うん、焦りっていうね。焦りがね。あの早くこっち側の人になりな。よく俺あるんだよ、向こう側に行きたいって。待ってるんだみんな。早く行きたいと思う。で後ろに誰もいないから。そう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 。早くこの王者の風格みたいなね。ノコ弁だよね。上からこうやって見る感じ。いいよねやっぱり。人を見下ろすって気持ちいいもんね。人を見下ろすって気持ちいいもんね。最低。ああいい感じ。いい感じ。感じにいい感じだったね今ね。じゃあもう一回もう一回。もう一回ね。これの足だ。これの足。そのまま落ちてしまえ。そのまま落ちてしまえ。全然体力残ってる。さて鳥選手、もう5回目ぐらいのチャレンジあるかな。いけるか。そこで振られてこう行きたいっ てもそのライン乗れないんだ。うん。そろそろそんな感じ。入るんじゃないの。おこチャンネル。晒しますよ。いいよ。いいの。いいんだ。やから先輩で晒しますよ。いいよ。もう何言われてるなんか。みんなに言われてんだ。高岡に言われた。言われた。先輩じゃあそういうことか。笑ってた笑ってた。笑ってた。完全にキャラが立っちゃったでしょもう。ね。こちらがいましたね。まだダイソー使わないよね。ね？まだ使わないよね。いやダイソーとかだってそんな蜂蜜取られちゃうんだもん。蜂蜜取られちゃうの。蜂蜜だからね。そうだよ。蜂蜜持ってくればよかったね。蜂蜜、あ、ここで、ここでこのタイミング食ってやればよかったよね。蜂蜜でねっつって。いいね。あれ美味しいからね、おとりちゃんのやつ。鳥さんも俺体冷えてきた。俺も冷えてきた。あら、優しい先輩ですね。いや、嬉しいですね。はい、やから先輩ですね。おかチャンネル。寒い。寒くなってきちゃった。寒いね。うん。すげえ雨が。ね。土砂降りだよ。だってもう濡れてるもんね、普通に。うん。中長。体あったかい人は楽だろうけどさ。完全に冷え切ったよね。また温め直しみたいな。今日も水って感じ。昨日も全身水に使ったし。つーで。いけるか。うまい。うまい。そこのアクセルの開け方がね、もう全然あんな開けられない、うん。これはカザックですよ、うちの。なるほどね。これは一家に1台欲しくなるでしょ。ね、一家に1台はね、カザックがあると便利だと思いますね。